葵さん、カイ君、ライコン見ました。ああ、ライジンコンフェッションズの。ああ。あ、なるほどね。山庭選手の左フックは見えづらかったですか、はい、井上選手は完封できそうですか。うん、山庭選手のね、左フックは、うん、見づらいっていうよりは、うん、思ったより伸びてきたんですよ。あ、なるほどね。うまかったんですよ、ちょっと。ほうほう。頭、届かせるのがうまい。倒して、うん、そのフックって結構こう巻きながら打ったりするんですけど、うん、こう伸ばしきったフック、うん、打ってきてたんですよ。なるほどね。なんか僕の距離感では、あ、ここで外せるなってことで、ね、伸びてきてやっちゃった、うん。ボコンってなっちゃうんだ。そうそうそう。あ、でもこう巻き込んでこうロックしてるゴンとかじゃないから、だから軽いは軽いんですよね。ガチョンって効くわけじゃないんだ。そうそうそう。ああ。そこでなんか距離感があれ？リズムがちょっと。外せてるはずなのに当たっちゃってるみたいな。ああ、なるほどね。そうそう、だから効かしに来てないんだね、多分ね。そうですね。そういうことを。うん、それをうまく修正できずに結構もらっちゃってました。なるほどな。なんかその聞いたりは全然してなかったですけどね。井上選手はどうですか？井上選手はまあ強いですけど、うん、まあ、大丈夫ですよ。まあま、細かくはね、喋りませんけども。なんかね、いろいろ、やっぱね、その、まあ、戦う可能性が高くなってきたんで、うん、まあ、いろいろ分析をしたんですけど、うん、なんかやっぱり弱点とかもありますし、うん、なんかこうしたら倒せるだろうなっていうイメージが何個かできてるんで。湧いてきてる。うん、まあ、自信はありますけどね。なるほどね。まあでも、その、強い選手だなっていう、一筋縄ではいかないなっていう。確かにね。うん、相手だなと思ってますね。なるほどな。